こんにちは、ケコです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以前ご紹介したこちらのミニショルダーのトートバッグが見たいとリクエストをいただいたので、ダイソーの材料を使ってこちらのバッグを編んでいきます。お好きな毛糸と色を選んで編んでみていただけると嬉しいです。今回は以前購入して自宅にあったダイソーのメランジの毛糸で編んでみました。だいたい7号か8号で編む毛糸なら何でも大丈夫です。アクリル毛糸でカラフルに仕上げても可愛くできそうです。使用する材料はこちらです。ダイソーの楕円形の底板を1つ、お好きな毛糸をご用意ください。使用するかぎ針は6号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。底板に細編みを1周編んでいきます。両サイドのカーブのある7つの目のところは細編みを3回ずつ編んでいきます。その他の直線の穴は細編みを2回ずつ編んでいきます。編み始めはこの穴からになります。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じ穴に細編みを2回編みます。1回、2回、隣の穴も細編みを2回、次の穴も細編みを2回。この繰り返しで編んでいきます。直線の穴は全部で13個になります。細編みを2目ずつ編んできました。カーブがある7つの目のところは細編みを3回ずつ編んでいきます。1回、2回、3回、この繰り返しで、あと6個の穴も同じように編んでいきます。カーブのある7つの穴の細編み3回ずつを編んできました。直線の部分は細編みを2回ずつ編んでいきます。直線の穴は全部で13個になります。直線の13個の穴を細編み2回ずつ編んできました。ここからカーブのある7つの穴は細編みを3回ずつ編んでいきます。
細編みを3目ずつ編んできました。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。細編み94目を1周編んでいきます。1段目の終わりから続けて細編みを編んでいきます。鎖の立ち上げはありでもなしでも編みやすい方でどちらでも大丈夫です。この繰り返しで一目ずつ細編みを編んでいきます。細編み94目を1周編むとこんな感じになります。3段目の編み図がこちらです。増し目を6回編みます。2段目の終わりから続けて細編みを編んでいきます。直線部分は細編みを26目編みます。この繰り返しでカーブのあるところまで編んでいきます。細編み26目編めたらカーブのところは細編みを6回、増し目を1回編みます。細編みが6目編めたら増し目を1回編みます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。細編み6、増し目1をあと2回繰り返します。カーブの増し目3回が編めました。ここから直線部分は細編みを1目ずつ編んでいきます。細編み26目編み終えるとこんな感じです。ここから細編み6、増し目1を3回繰り返します。この繰り返しをあと2回編みます。これで3段目が完成です。4段目からは細編み100目を5段編みます。5段編むとこんな感じになります。ここから模様部分を編んでいきますが、その前に糸処理についてですが、今回1段ごとに色を変えて編むので糸処理に結構手間がかかってしまうので、動画のように編み始めと編み終わりの糸を編み込むようにしていっても大丈夫ですが、やはりちょっと透けてしまって気になるという方は、手間はかかりますが糸をカットするごとに針を使って糸処理した方が丁寧に仕上がります。無理のないようお好きな方法で糸処理をしてください。それでは模様を編んでいきます。模様の1段目がこちらです。8段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。糸を変えていきます。糸を引き抜いて鎖3つで立ち上げます。針に糸をかけて1つ目に針を入れます。同じものをもう1つ編みます。最後に糸をかけて3つ一度に引き抜きます。1つ目の玉編みはこんな感じになります。鎖1つ編んで1つ目を開けたところに次の玉編みを編んでいきます。
1回。2回。3回編んで針に糸をかけて一度に引き抜きます。これで2つ目の玉編みが完成です。鎖を編んで1つ目を開けたところに玉編みを編んでいきます。3つ編んだら糸をかけて一気に引き抜きます。この繰り返しになります。鎖を編んで一つ目を開けたところに玉編みを編みます。この繰り返しで一段編んでいきます。玉編みは1段で全部で50個編みます。1段玉編みを編んできました。最後の玉編みを編んで鎖を1つ編みます。最初の玉編みのこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目がこちらです。細編みで1周編んでいきます。模様の1段目を編み終えたところから1つ目の鎖のところに針を入れて糸を引き抜きます。糸を変えて鎖一つで立ち上げます。下の段の鎖のところに細編みを2回編みます。1回、2回。この細編みの段は糸を巻き込むようにして編んでいっても目立たないので大丈夫です。次の鎖のところに細編みを2回、次の鎖のところに細編みを2回、この繰り返しで1段編んでいきます。細編みは全部で100目になります。1段細編みを編んできました。最後の細編み2つを編んで1つ目から針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。模様の3段目の編み図がこちらです。1段目と同じように玉編みを編んでいきます。模様の2段目を編み終えたところから糸を引き抜いて鎖3つで立ち上げます。針に糸をかけて1回、2回編んだら糸をかけて3つ一度に引き抜きます。1つ目が完成です。鎖を編んで1つ目を開けたところに1回、2回、3回編んで一度に引き抜きます。鎖を編んで一
一つ目を開けたところに玉編みを編んでいきます。鎖を編んで玉編みを一つ、この繰り返しになります。一周玉編みを編んできました。最後に鎖一つ編んで1つ目から糸を引き抜きます。これで模様の3段目が完成です。模様の4段目は細編みを1周編みます。1つ目の鎖のところから糸を引き抜いて糸を変えていきます。鎖1つで立ち上げて鎖のところに細編みを2回ずつ編んでいきます。この繰り返しで1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。1つ目から糸を引き抜いて、これで模様の4段目が完成です。模様の5段目からもこの2段の繰り返しで模様部分を好きな高さまで編んでいきます。動画では玉編みの段を9段編んで、模様の段は全部で18段編みました。ここから縁を編んでいきます。細編み100目を5段編みます。模様の段の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。1段100目を全部で5段編みます。この繰り返しで編んでいきます。5段編み終えるとこんな感じです。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。この引き抜き編みで縁を1周編みます。縁を1周編んできました。最後の目の引き抜き編みが編めたら、最初の編み目に針を通して糸を引き抜きます。これで縁の段が完成です。糸を長めにカットしておきます。編み終わりの糸を処理します。ここから持ち手を編んでいきます。動画では鎖70目で編んでいきますが、好きな長さに変えていただいても大丈夫です。鎖の目数が多いのでちゃんと編めているか心配な方は、鎖は後でほどくことができるので少し多めに編んでおくと安心です。
もしよかったら参考にしてください。それでは鎖を編んでいきます。ここから鎖70目編んでいきます。70目編むとこんな感じです。持ち手の1段目の編み図がこちらです。鎖2つで立ち上げ、中長編みを1周編んでいきます。最初に鎖2つで立ち上げます。これが1つ目になります。2つ目の裏山に針を入れて中長編みを編みます。これが2つ目です。次が3つ目になります。この繰り返しで70目編んでいきます。中長編みが70目編めました。持ち手の端のところは中長編みを2回、反対側にして中長編みを2回、同じところに中長編みをもう一回編んで、これが反対側の70目の1つ目になります。2つ目3つ目、この繰り返しで70目まで編んでいきます。反対側も中長編みを編んできました。70目の最後の中長編みを編んだら、同じところにあと4回中長編みを編みます。 1、2、3、4、最初の鎖1つ2つ立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで持ち手の1段目が完成です。持ち手の2段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げて細編みを1周編んでいきます。持ち手の端のところに増し目を2回ずつ入れていきます。鎖1つで立ち上げて、下の段の鎖2つの立ち上げたところが1つ目になります。1本毛糸を通しながら編むと若干伸びづらい持ち手になります。もしよかったら参考にしてください。細編みを1回、2回、3回、この繰り返しで細編みを70目編んでいきます。細編みを70目編んできました。端の部分に来たら
細編みを1回、増し目を1回、もう一つ増し目を1回、細編みを1回。ここから反対側の細編み70目を編んでいきます。反対側も細編み70目編んできました。持ち手の端のところに来たら細編みを1回、増し目を1回、増し目をもう1回、細編みを1回。最初の鎖部分のところに針を入れて糸を引き抜きます。これで持ち手の2段目が完成です。ここから伸びづらくするため、さらに引き抜き編みで1周編みます。この繰り返しで1周編みます。引き抜き編みを1周編んできました。最後に1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。編み終わった糸は長めにカットしておきます。この状態でバッグにつけていただいても大丈夫です。ここからさらに持ち手を伸びづらくします。長めの毛糸を1本用意して玉結びをしておきます。持ち手の先から約10目のところに針を入れます。2つに畳んで反対側の先から10目のところと縫い合わせていきます。ここから一目ずつ縫い合わせていきます。反対側も約10目残したところまで縫い合わせてきました。玉結びを作って持ち手の内側に針を通して糸を引っ張ります。細編みの編み目に針を通して糸処理をしておきます。糸をカットして、これで1本目の持ち手が完成です。
もう一つ同じものを作っておきます。ここから持ち手を縫い付けていきます。つける位置は好きなところで大丈夫です。動画ではバッグを2つに畳んで端から10目あたりのところに縫い付けています。持ち手の先は玉編みの最後の段あたりから縫い付けています。一目ずつ持ち手の先を縫っていきます。一周縫い終わったら余ってる糸で持ち手の内側も何回も針を通してしっかり縫い付けておきます。持ち手が縫い終わったらバッグに糸を通して糸処理をしておきます。これで一つ目の持ち手がつけられました。あと3箇所も同じように縫い付けていきます。完成です。お疲れ様でした。ポーチとお財布、スマホが入るくらいの大きさです。底板を使って持ち手も伸びづらく編んでいるので毛糸ですがしっかりした仕上がりになります。好きなカラーで編めますので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録